土浦駅の改札口。天井付近の垂れ幕に駅からサイクリングと記載されている。プレイアトレ土浦は茨城県土浦市有明町一丁目にある大型商業施設である。ナショナルサイクルルートに指定されたつくば、霞ヶ浦林林ロードのゲートウェイ施設として日本最大級のサイクリングリゾートを基本コンセプトにしている。東日本旅客鉄道土浦駅にある 駅ビルである。1983年に土浦ステーション開発株式会社が土浦ウィングとして開業し、2008年に一度閉業したが、2009年に株式会社用モールがペルチ土浦として開業し、2012年には株式会社アトレが運営を継承して合計23店舗のテナントが入居していた。その後、 2017年に5年間の契約満了につき11店舗が閉店した。ペルチ土浦開業当初は約60店舗あったて何とも23店舗まで減少した。構造は地上6階建て、2階には駅ビル発の LCD 発車表が設置されている。ペルチは土浦市の自然から止まり木という意味を持つパーチとペルケから名付けられた。 2018年には、サイクリスト、地域住民をターゲットとした駅ビル初となる、サイクリング拠点、リンリンスクエア、土浦や、サイクリストサポートショップ、利用客用駐輪場が先行オープンし、駅ビルの名称も、プレイアターに変更された。2020年3月19日、星野リゾートが運営するホテル、ベバコ土浦の開設をもって、全館グランドオープンとなった。 館内には自転車の持ち込みが可能である。フロアガイドを参照。土浦ウィング時代ペルチ。土浦時代。ありがとうございます。